どうも、我々コナミチャンネルと申します。ということで本日の企画は、巨人人生完成させてみた。イエーイ。ガチャを引いていくんですけども、60連分ちょっと用意してきましたので、お一人様5回限りの10連福袋と、限界突破高知付き、10連スカウト引いていこうかなと思っております。この福袋がね、なかなかえぐくてですね、3回目と5回目で自チーム選手の支持率が1人確定ということで、2体は絶対確定するんですよ。福袋の自チーム2体のところで、巨人のね、持ってないエースランクの野手の選手を当ててですね、まあ今出てる支持率で持ってないのはウォーカーだけなんですけど、まあウォーカーぶち当てて、巨人純正全員エースランクを実現させたいかなと思っております。さあ、まあ早速行ってみましょうか。まあ一発目とかはね、もう全然もう遊び、正直。正直一発目はもういい。お、いいね。満月出ましたね。まあ、でもこれ遊びなんで、マジで。はい。正味出ないです。あ、満月、銀からの金で。さあ、シャキーンとならないと、はい。これはもう絶対当たらないですね。もうどんどん行きましょう。スキップです。お、当たるね。おー、浅村。あー、でかい。称号用浅村、ナイス。さあ、待って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 。おー、私立の A ランク、クリアレンと。はい。さあ、大吉、そう、高浜、OK。まあ。さあ、2回目なんですけども、購入2回目は、私立の S ランク、とりあえず1人確定と、いい選手が出てほしいなと思っております。まあ、ギータとか、まあ、それこそ巨人の選手出てくれても全然いいけど。レッコンチューン。さあ、まあ、ここの確定演出なんてね、2枚引き演出以外、何の意味もないので、ここからもう完璧な演出を出して、さらに、バットでパキンと打てば、打たないと。はい。まあじゃあ、まあ他球団の選手ももう誰が出るかわからないと。まあ8人ぐらい出ろ。来た、来た、来た、来た。あー、ロドリゲス。誰か知らんけど、ミキサー4位確定です。さあ、まあ1発目に出たってことは、2体以上は確定してるので。うおー、あー、クリアで。シリーズ1とシリーズ2が1体ずつ出ましたね。一番いいのはギータかな。さあ、来い。エスコバ？待って、エスコバ、ちょっと待って、極みいけるかもしれん。使ってみる価値はあるかもしれないですね。まあ、私立なんでね、まあ、ちょっと、もしかしたら試乗動画やるかもしれないです。さあ、ということで、こっからですよ、大事なのは。はい、購入3回目ということで、これ、自チーム選手確定なんで、まあ、ウォーカーが一番欲しいと。ここが一番当たりなんで、2回あるんでね、まあ、ここはまだちょっと気持ちが楽。でも、8体ぐらい引いてもいいんやで。レッツゴーかよ。金じゃない、金。さあ、これバットで打ってくる、バットで打ってくれる演出を見れるかどうかもね。はい、ガキンと見て、ここも、青くなって、いや、ワンチャンあるな。ワンチャン5枚引きあるな。打ったー、いいね。あ、でもまあ、持ってない選手関係ないですけど、打とうが打つまいが関係ないですけど、いいですね。はい、プリンさん、プリンさん。さあ、3体目。おー、石川。ラスト一発だけということで、いや、もうここでとりあえず、まあ、ウォーカー引けるとほんまに気が楽。ウォーカーか戸郷が一番嬉しいですね。レッツラゴー。よいしょ、ポランコ。なんとも言えんけど、覚醒のポランコね、1個前の3900のやつ使ってるんで、いや、だいぶスピリッツアップっていう意味では、もうポランコはめっちゃ嬉しいですね。まあ、現状微妙と、まあ、ちょっと遊びの1回挟みますか。ワンパンスキップし、ポン。お、一発目。うわ、いいね。ビエラ、突如ビエラ。さあ、ワンチャンの、レッスラン。お、来た来た。若林。誰やけど、まあ、ミキサー枠ですね。5回目の前に、限界突破、高知付きスカウト引きますか。まあ、これもね、一応 A ランクの自チーム選手確定なんで、いや、ここで引ける可能性も全然大いにあると。レッツラゴー。大城。微妙。さあ、というわけでラスト福袋来ましたよ、ラスト福袋。さあ、ここでね、とりあえず今村とポランコだけはやめてほしい。1の狙いはウォーカーなんですけど、まあ来てほしい。さあ、行きますか。レッツラゴー。今回のミッションは、巨人純正を完成させろなんで、ウォーカーが来ないことにはちょっと。完成には程遠いんで、お、ピキーンってなったね。そっから8枚引き演出来るか。さあ、8枚引き演出。さあ、ここで、足青。足青。さあ、これで打つんやろ、どうせ。どうせ打つんやろ。あ、打たへん。打たへんってことは、ポランコの可能性はないか。やばい。ちょっと怖いよ。さあ、
もう今出て、今出て。あ、来た来た来た。あ、田口。あ、待って。田口は熱い。リーグオーダーで超4なんで、極みになりましたね、これで。オッケー、でかい。てか、普通に2枚引いてるの結構 S ランク4出てるな。さあ、ラスト。これはマジでウォーカー欲しい。4分の1。そして、まあ、戸郷でもまあ、60点。で、ポランコ、今村。今村20点のポランコが0点。さあ、行きましょう。100点のウォーカー出せるか。ウォーカー、ボランコは0点やつってるのがバカ。ミッション失敗。